はい、チャット GPT を使って収益を直訳させてみようという動画です。今回は収益第3家チュンですね。はい、順番の図で言うと二重の四角で囲んであるところ、八家の組み合わせ図だと丸で囲んである組み合わせですね。四角と丸で囲んである組み合わせ。はい、進化勘定となります。画面の右上に表示しておきます。駅境、駅の原則、チュンはもともとから根源的な成功と繁栄を意味し、正しい行動や忍耐力による利益をもたらすことを示しています。しかしその行動には慎重さが求められ、軽率な行動や無計画な進展は避けるべきです。そのような慎重さを持って行動すれば高い地位を築くことができるでしょう。1、最初の9は堅固でしっかりとした基盤を築くことが利益をもたらし、安定した状態を保ち高い地位を築くことにも利益がある。2、6、2、迷いながら進み、つまずきながら進むように、馬に乗りながら進むように、略奪者と結婚しない、若い女性は定説を守り、10年経てば字を書くようになる。6、3、鹿は心配せずに即座に森の中に入る。君子はしばしば去ることを選ぶような状況に近い。進むことは後悔となる。4、6、4、馬に乗って歩くように進み、結婚を求める。進むことは吉であり、どんな利益もない。5、9、5、その功を蓄える。小さな正しい行いは吉であり、大きな正しい行いは凶となる。6、上6、馬に乗りながら藩のように進み、涙と血が滴るような様子である。家の解釈。チュン、剛と柔が交わり生まれがたく、険しい中で動く。大いに強し、帝を守る。雷雨の動きが満ち溢れ、天は総前を生じさせる。健康を築き、安らぐことなく行動せよ。家の象徴。雲来はチュンである。君子は敬礼をもって行動すべきである。1、万官であっても志は正しい。下賤なものを尊び、庶民を大いに得る。2、六人の困難は強直である。10年経てば地を得るが、それは異常なことである。3、鹿を追い立てるが無害である。君子はそれを捨て去り、進むことには困難がある。4、求めて進むことは明晰である。5、功を蓄えておくが、まだ光を放っていない。6、涙を流し血がさざ波のように広がる。これは長く続けることはできない。収益第3家チュンは以上です。